とかは、ベッドシーツとか入ってますので、ごぼうはどうしますか、頭につけてたと。もつれがあったので、やっぱり内股とかで赤く湿疹が出てますね。あ、ほんと。はい。どっちの絵に？え？あ、ここですね。今日の周りがちょっとやっぱり赤く、少し隠れてる感じ。